こんにちは、簡単ひなたママです。今回カンタがヘルニアを再発してしまいました。正直油断していました。ヘルニアの再発は蓄積された疲れからもありますが、一瞬でなってしまう場合もあります。親としてカンタに申し訳ないという気持ちと、これからはしっかり注意していかなければいけないと反省です。カンタの様子をお話しします。昨年5月14日に震えた時と同じように突然震え出しました。いざという時のため先生からお薬をいただいていたので、すぐに痛み止めとステロイド剤を飲ませました。約15分後ぐらいには震えが収まったので様子を見ていました。それからの数日間はお散歩は控えていました。3月9日夕方、お庭に出してしばらくすると再度カンタの足が震えていました。すぐに病院に連れて行き診察を受けました。軽度のヘルニア再発、ステロイド注射をしてもらいお薬を処方されました。先生が説明をされるたび、すみませんすみませんと謝っていました。すみませんしか言葉が出ませんでした。カンタに痛い思いさせて本当ごめんねって、ママが悪いねって、私も震えていました。先生からしっかり再度注意されました。階段の上り下りは絶対に禁止、2週間は絶対に安静、安静生活が終わった後も先生はドッグランは基本的に進めませんと、行くならしっかり間に休憩を入れて短い時間で遊ばせてくださいと。椎間板ヘルニアは年齢に関係なく、いくら注意をしていても再発するときはしますよとおっしゃっていました。今回の再発で思い知らされました。軽度の再発で済んでいますが、突然歩かなくなることもあること。再発の場合グレードが上がる場合が多いと言われている中、軽度の状態であることだけが私の救いでした。ヘルニアを発症しているワンちゃんの飼い主様も、発症していないワンちゃんの飼い主様にも、この動画が参考になれば幸いです。皆様のワンちゃんが怪我や病気にならず、健康で楽しく過ごせますように。カンタも安静生活頑張ります。ありがとうございました。